てロンドンにも行きましたので、忙しいスケジュールでしたね。その間にフランス、モロ、フランス、モナコ、スイス、リヒテンシュタイン、オーストリア、ドイツ、オランダを経由していきます。大西洋と地中海の混水の海水でございます。混血と言ってもいいぐらいのね、そういう水に触ったという、それだけでございます。このね、雨が激しくなってきたんだ。この水玉にタッチしてもよい、それでも成立したかもしれないね。そしてもうね、ゆっくりしていられないんですよ。日程が詰まってますからね。すぐにね、ここから立ち去っていくんですね。英国領のね、ジブタルのところも行きたかったんですけども、そこに行くのもやめて、もうここからは地中海沿いにですね、フランスの方にね、進んでいくんですね。風車か、風力発電でしょうかね。1996年にこんなの日本にあったかどうか、どうでしょうかね。起伏の激しい大地を道を走っていきますね。トラックの後ろにつけております。天気はちょっといい感じでございますね。ちょっと暖かいような地中海ですね。地中海沿いに進んでおります。初めての地中海ですね。白い壁の建物が多いですね。赤い屋根、オレンジ色の屋根も印象的でございます。初めての地中海ですね。それだけで興奮してしまいます。地中海に来た日本人、いいね。地中海っていう言葉のね、響きがなんともいいですよね。コートダジュールっていうんですか。コートダジュールの、また海に寄りましたね。地中海ですね。まだひょっとしたらジブラル海峡に近いところかもしれませんけどね。穏やかですね。穏やかでございます。なんかとんかった山が見えておりますね。地元の人は あれはなんとか山だってわかるんでしょうね。僕にはちょっと今何回だかわからないですね。おそらくね、マラガというねところを目指しているんだと思いますね。ジブタル海峡からマラガの方にね、進んでるんだと思いますね。もうすごい迫力のある岩山でございますね。地中海と岩山に囲まれた街並みが見えております。手元の地図によると、エステポナとか、マルベリーヤとか、フェンヒローラとかね、そういうね、町があるんですけども、ここは一体どこでしょうかね。空はいい天気でございます。相変わらず高速道路のドライビングということになっております。追い抜かれていますね。あの人もきっと日程が詰まっているんでしょうね。あの中にも僕みたいな日本人がね、ドライブしているかもしれませんね。外国人に見えて日本人だったりするんですね。僕がね、こうやってね、レンタカーを借りてドライブしているくらいなんだからね、他にもね、同じような行動している人はね、必ずいるんですね。それが人間社会というものでございます。僕だけが特別なことをやってるわけではないんですね。本当にね、世界でね、たった一つ僕だけがこれをやっているなんていうのはね、めったにありえないことなんですね。まあ日本の人口がね、もっと少なければ日本でたった一人っていうことができるんだろうけどね。インターチェンジみたいなところを通り過ぎていきますね。高速道路をそのまんま真っすぐ。
下道に降りてきましたね。何ですかこれは。噴水池ですね。街中にある池ですね。何か生物がいるんですかね。小さい魚が映ったような金魚ですね。ヨーロッパにも金魚がいるんですね。もしかしたら日本の金魚を持って帰って繁殖させたんじゃないですかね。南国ですよね、雰囲気が。おそらくね、マラガっていう街なんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。観光地ですね。ヤシっぽい木が、もう古びたね、こういう錆びれた建物を見るのが僕は大好きなんですよね。路中してるこういう文化ごと大好きですね。ちょっと 高台になってる壁もいいし、その上の建物もね、もう本当遺跡のようなね、そう本当に美しいですよね。ここら辺はなんかよく僕は知らないけどさ、ローマ帝国だとかさ、アフリカの方の文化が入ってきたりとか、いろんなことがあったんですよね。なんとも言えない美しいですよね。本当にいつの時代から存在しているのかね。本当に心にね、刺激がたまんないですね。本当に美しいですよね。本当に寂れ方が一人でいる夜は、一人でいる夜、誰かの声が、手帳を見てもだ、そういうことですね。動画のそのまとめて解説して、それをね、分割して紹介します。今回はですね、1996年、1996-002ユーラシア大陸往復の旅の中のね、ヨーロッパまで行って、パリからレンタカーを借りてですね、前回はですね、スペインからポルトガルに入ったところまで紹介したんですね。ポルトガルに入ってノルティ地方のビアナドカステロ県っていう県があってですね、そこにのホテルに泊まったんですね。でそこからまたレンタカーに乗って南の方に行ったと途中で終わっております。その続きでございます。そしてね、ノルティ地方というのは、ポルトガルの北部の方なんですけどもね、その中のブラガ県、まあ、どこからどこまでの映像がブラガ県か、そういうのはね、細かいことかね、ちょっと忘れちゃってですね、思い出すのにも時間かかるんですけども、とりあえず大きくて印象的な街としてはね、ポルト県の中のね、街並みがちょっと印象的に出てきますね。高速道路を降りて海の方に行ってですね、浜辺を見たりですね、河口付近の川の横を通って行ったり、上の方にかかる橋をね、見たりですね、旧市街地っぽいところではね、路面電車が走っていたりですね、狭い住宅街を走る路線バスがあったりですね、結構ね、文化に富んだ景色があったなと印象に乗っております。でポルトからですね、首都のリスボンまではね、主に高速道路をまたひたすら走るということになってですね、もう眠くてしょうがない。レンタカーの旅としてはパリから始まってボルド、それでスペインの北の方を、そしてポルトガルに入ってすぐということで3泊して4日目のドライブなんですよ。もうね、2週間分の4日目なんですね。1、2、3、4、2週間分の4日、あと10、この日を入れてあと11日でヨーロッパを回ってパリに戻んなくちゃいけないということなんで、もうね、大金はたいてるんでね、もう急ぐしかないんですね。まあそんな中で、進んでも進んでもリスボンにつかない
もう投げ出したくなるんだけど、投げ出すとね、お金が損しちゃうみたいなことでですね、もうね、ひたすら高速を行くしかないんですね。もう気を紛らわすために歌を歌うみたいなことになっております。で、ポルト県からまたね、高速道路に乗ってアベイロ県っていうところに入っていくんですね。そしてコインプラ県っていうところから、セントロー地方っていうところに入っていくんですね。そしてレイリア県、そして、リスボン県に入っていくんですね。気がついたらもうね、リスボンの、ね、市街地に入ってましたね。引き返して六ヶ岬行こうかなと思ったけどね、渋滞、夕暮れ時のね、渋滞にはまってしまいました。もうね、渋滞が嫌になってですね、一時はね、六ヶ岬の方に行こうとしていたんだけども、もう行くのやめちゃいましたね。で、大きな橋があってですね、渡っていくんですよね。で、もうね、急いでますからね、そのホテル泊まる気にもならないし、ホテル高そうだったし、ずっとホテル泊まってたんで節約もしたかったんで、そのまま南端まで行っちゃおうということになってですね、ファロというね、ところがあるんだと、ファーロかな、そこに向けて高速道路みたいなところずっと行くんだけど、まあ見た目ね、一般道みたいな感じでしたけど、もう真夜中中車を動かしてましたね。リスボンからですね、セトゥーバー県、エブラ県、エボラ出血熱に関係するのが分かんないけどね、エボラ県っていうところね、もしかしたらね、かすめただけでね、入ってないかもしれないんですけど、地図を見るとね、ちょっと入ってるような気がするんだよね。まあ入ってないかもしれないけど、この付近を通っていった。そしてセトゥーバール県っていうところにもう一回入ってですね、南の方へ行くんですね。ベージャー県。そしてこのね、ファロっていうところは、リスボンはリスボン首都圏っていうところがあって、リスボン地方っていう言い方もあるみたいなんですけど、そこなんですね。で、お隣のね、このね、セトゥーバール県っていうのはリスボン県と、このアレンテージョっていう地域にまたがってらしいんですよね。で、エボラ県っていうのはアレンテージョ地方っていう感じで、またセトゥーバル県に入っていって、その次のページャー県からはアレンテージョというね、ところなんですよね。で、じゃなくてですね、このファロ県だけがアルガルベというところですね。地方名ね。でですね、で、スペインに入っていくんですよ。スペインに入ったとなったに眠くなってですね、なんか路肩と、高速道路じゃなかったかな、わかんないけど、路肩のところに車を止めてね、安全確保をしてですね、もうね、眠くて、しょうがなくてね、そこで寝ましたね。朝起きたらお腹が寒くて、お腹が痛くてしょうがなかったですね。冷えましたね、寒かったですね。もう車中泊ですよ。そして、スペインのアンダルシア州に入っていたんですけどもね、最初のところがエルバー県ですね。それから大都市のあるセビリア県、大きな橋を、ね、渡っていくんですね。で、そこから今までは東に進んでいたのを南の方に向かっていくみたいな感じで、カリス県ですね。カリスっていうのは、ね、カナリア諸島に行く船とか出てるような、そういうところですね。確かそうだったと思いますけど。そして、南端に行くんですね。南端のね、地中海と大西洋がね、の境目のジブラルタル海峡。ジブタルタルのね、イギリス領のところはね、今回は行ってないんですね。そこは避けてですね。海岸にいたらね、馬がいたっていう印象的な映像がありました。
そしてまたね、先を急いでですね、地中海沿いに進んでいくんですね。そしてマガラのね、町並みに入っていきます。マラガ県に入っていきますね。